皆さん、こんにちは。東北ずんこです。東北キリタンです。ソフトークです。今日は、かわいい御朱印で、おすすめの三輪神社へ、ばあちゃんを連れて行くことになりました。それと、織田家と縁の深い万象寺へも行く予定です。おっと、今の角を左折でした。回り込みます。あらあら、いきなりミスコースですか？あう、田舎の道の方が好きです。到着しました。変わらず、ウサギさんがいっぱいいますね。ここのウサギの置物は、こまめに位置替えしているそうです。今回排除した御朱印を紹介しますね。この御朱印は反則です。かわいすぎます。三輪神社の参拝を終え、新天地通りのアーケードに突入です。ここはパラダイス。あ、まずい、ずんこさん、キリタンをしっかり捕まえていてください。はぐれてしまったら探すのに苦労します。そうですね。キリタン、ちゃんと、私と手をつないで歩くのよ。はい、わかりました、ツン姉様。アメ横ビルの前に来ました。もともとは、ラジオセンターアメ横ビル、の、名称でした。ラジオセンターは東京秋葉原の電気街から店舗を誘致し、アメ横はアメ屋横丁から店舗の誘致をしました。ここを中心に電気街として発展し、時代とともにパソコンショップの電脳街、ゲーム関連の店舗街と変化しました。こんな商店街に織田家ゆかりの寺院があるんですか？はい、もうすぐです。実は子供の頃、人質となっていた徳川家康がいたところでもあるんです。最近建て替えをしてこの町にふさわしい外観となりました。え、ここがお寺ですか？ゲーセンじゃないんですか？はい、お寺です。ずんこさん、万象寺の紹介をお願いします。織田信長のお父さん、織田信秀公の叔父であり、当チャンネルで以前紹介した瀬戸市の運光寺の七世、大運永瑞大和尚を迎え、織田家の菩提寺として建立しました。正式の三号寺号は、紀学林万象寺創建寺の場所は、名古屋市中区二色と丸の内に三丁目にまたがった場所にあり、地域は約5万5千坪にも及びました。名古屋城築城の時、現在の地に移転、境内にあった桜天神はその地に残りました。当時の地域は2万2309坪の広さがありましたが、大正元年1912、37世大延学天皇賞がその大部分を開放し、大須を、
名古屋の大繁華街としました。本堂は右の少し奥にあります。こちらは少し落ち着いた雰囲気です。本堂の横にもいろいろな仏様が祀ってあります。ここでも御朱印を拝受しました。ご本尊である十二面観音、そして白龍様です。ここまで来たから、大須観音も行きたくなった。でも、お体大丈夫ですか？疲れていませんか？若い頃よく来た大須へ来たから気持ちが若返ったし、さっきコンパルでお昼ご飯食べたから元気だよ。了解です。では大須の商店街を歩きましょう。今歩いているのは万象寺通り。先ほどの万象寺のすぐ南、東西方向にあります。その南には東仁王門通り、西へ行くと仁王門通り、万象寺通りを西に行くと大須観音通りに接続し、大きなアーケード街になっています。アーケードは雨の日に濡れなくていいですし、夏の暑い日には日差しも防いでくれるんですね。日向を歩くよりずっと楽です。今日は日曜日だから人が多いですね。それでも例年よりはかなり少ないと思われます。まっすぐ行くと大須観音通りですが、一本南へ移動して仁王門通りから大須観音へアプローチします。今日はジンバルカメラのフィニファーム2で撮るつもりでしたが、調整トラブルで電子手ブレ補正のモーメント 5C になってしまいました。少々ブレが多いけどお許しください。こちらは人が少なめですね。店舗の違いからか、客層の年齢も上がった気がします。大きな金の玉がぶら下がっています。大きな金太、あわわ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 。危うくやばい言葉を許すところでした。そうね、ギリギリ間に合った感じ。二人ともひどいです。はしましの元祖大須観音までぶっ飛んでしまいました。戻ってくるのが大変でした。そういえば、大須観音は、
もともと岐阜県にあったみたいですね。詳細は過去動画を見てね。大須色の本店、こんなところにあったんですね。営業本部は緑区のようです。大須ウイロとライバル関係にある青柳ウイローがこんな近くにあります。本社は森山区の工場のところにあります。大須観音に到着しました。大須観音は、元、尾張の国、長岡省、大須郷、今の岐阜県羽島市大須にありました。お改ざんは、直心上人です。名古屋城築城の際、徳川家康は、お本尊の霊験を目的に、今の場所に移転しました。長良川のすぐ手前まで尾張の国だったのが興味深いです。久しぶりに来たけど、ここは変わらないですね。これで帰ることにします。帰りは、仁王門通り、東仁王門通り、を、歩き、新天地通り、を抜けて、帰ります。駆け足、つまり早送りの動画となりますので、苦手な方は飛ばしてください。量り売り医療の店、ちょっと面白そうですね。今日は時間がないけど、いつか来てみたいです。
大須はいつでもお祭りって感じですね。感染症の心配がなければ皆さんにおすすめできそう。万象寺前まで戻ってきました。今回は時間が合わず、白龍様のパフォーマンスが見られなかったので、いつかリベンジしたいです。お盆休みの長雨の後、やっと天気が良くなってきたら緊急事態宣言。動画のストックは、現時点であと2本ほどです。もしかしたら間が空くかもです。県をまたいでの移動がはばかられるので、行き先が限られてしまいます。当チャンネルは、名古屋を起点としたお出かけ動画を題材として、ボイスロイドやチェビオなどによる愉快な会話を提供し、視聴者様と共に楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば動画作成の励みになり、嬉しくてさらに頑張ります。ぜひチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。命をかけて生きている人の陰で僕らは笑う。